ケンブリッジはアメリカ合衆国メリーランド州ドーチェスター軍に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は12,326人だった。ドーチェスター軍の軍庁所在地であり、同軍で人口最大の自治体である。メリーランド州の東部海岸地域ではソールズベリー市、エルクトン町、イーストン町に次いで人口第4位である。 ケンブリッジ市役所ケンブリッジは1684年にイングランド人開拓者が入植したのでメリーランド州では最古クラスの町である。イングランド人が植民地化した時アルゴンキン五族のチョップタンク族インディアンがすでに同じ名前の付けられた川沿いに住んでいた。植民地時代イングランド人開拓者が東部海岸で農業を開発した。 最大のプランテーションではまずタバコが作られた。その後は多くの作物が混ざる農業になった。プランテーション経営者はタバコや混合農業のために奴隷化されたアフリカ人を購入した。町は地域のために公益の場となった。町の桟橋は地域で奴隷貿易を行う中心であり、町の中心全体にある歴史標識には悲しい歴史が書かれている。 町は1793年に正式に法人化された。元はチョップタンク族インディアン居留地の一部を占めていた。ケンブリッジはイングランドのケンブリッジの町と軍からその名が取られた。町は地下鉄道の停車駅となり、北へ逃げていく奴隷にとって安全な家の広範なネットワークだった。ケンブリッジでは十九世紀後半に食品加工産業、火器、 トマト、干渉の缶詰が発達した。ケンブリッジの工業成長を先導したのはフィリップスパッキング会社であり、同社は地域最大の雇用主に成長した。第一次及び第二次世界大戦の時には国防総省から契約を得て、その成長を加速させた。その最盛期には1万人もの労働者を雇用していた。 人々の味の思考が変わり食品産業が衰退したことでフィリップスは創業度を落としていった。1960年代初期には創業そのものを止めてしまった。このために多くの失業を生み、市にとっては大きな社会問題になった。1962年から1967年、ケンブリッジのは公民権運動の中心となり、黒人が 仕事と住居を求めた。学校など公的施設での人種差別の撤廃も求めた。1963年と1967年、人種に関わる暴力事件がケンブリッジで起こった。市当局は、州軍の力を借りて治安を維持しようとした。1967年の暴動は、デトロイト暴動にこうして発生したものであり、市内の一部が、 ボートにより襲撃、放火された。急進的運動の指導者は、ブラックパンサー等の法務担当である、エイチラップ・ブラウンであり、地元の組織者、クロレア・リチャードソンだった。1964年に公民権法が通り、ケンブリッジにおける公的な人種差別は終わった。2002年、市の経済は400室のハイアットリージェンシー。 チェサピークアンリゾートの開業に伴う観光業で食と景気が上向いた。このリゾートにはゴルフ場、温泉、マリーナがある。2007年、共和党アメリカ合衆国会議員総会がここで開催され、アメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブリュー・ブッシュが演説を行った。2003年7月1日、ケンブリッジはメリーランド州のメインストリート町に指定された。 ケンブリッジのメインストリートはメリーランド州住宅コミュニティ開発省によって創設され包括的中心外再活性化の過程にある。その計画は州内の選別された都市の経済的可能性を強化することにある。この構想は歴史遺産をもとに観光資源を強化することになってきた。東部海岸の他の都市とともに多くの観光客を引きつけている。 1990年に一部がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された中心街の事業地区を再活性化させてきた。野球の古い東部海岸リーグに属するキャナーズ、カージナルス、クリッパーズ、ドジャースの4チームがケンブリッジを本拠地にしている。以下の建造物や地区がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ブリンスフィールド愛史席 ケンブリッジ歴史地区イックと3区、クライストエピスコパル教会と、墓地、デールの権利、ドーチェスター軍庁舎と、監獄、グラスゴー、ゴールズボロテー、ラグランジ、アニー・オークリーテー、パトリシア、パインドーリ地域歴史地区、ロック・メソジストエピスコパル教会、スタンリー学校、シカモア・コテージ、ヤーマスである。ケンブリッジ氏は、 北緯38度33分59秒整形76度4分37秒、北緯38.56639度整形76.07694度、38.56639-76.07694に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は12.64平方マイルであり、このうち陸地10.34平方マイル、 水域は2.30平方マイルで、水域率は18.20%である。ケンブリッジは、チョップタンク側の南岸にある。ケンブリッジ地域の気候は、暑く湿気た夏と温暖、または、冷涼な冬が特徴である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、気候は CF である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ケンブリッジはジェームズ・ミッチェナーの小説、チェサ・ピーク物語で架空の街パタモークのモデルになった。ケンブリッジが実際にある場所とは、チョップタンク側の対岸、架空の岬にあることになっている。ワッサムがケンブリッジから AM と FM の ラジオ放送を送っている。ドーチェスターバナーはケンブリッジで週2回発行される新聞である。デイリーバナーとしてリンゼイ・シー・マーシャルとアーミステッド・アール・ミチーが創刊した東海岸では初の日刊誌だった。創刊号は1897年9月22日に発行された。ワバックがロングワーフ・マリーナでバーチャルスタジオを運営している。 終日の夜にケンブリッジと周辺の街に関わるニュースを掲載している。アメリカ国道50号線がケンブリッジを南北に2分する幹線道であり、東端のオーシャンシティから西端のカリフォルニア州、サクラメントまで総延長は3011マイルある。地元ではオーシャンゲートウェイ、またはサンバーストハイウェイと呼ばれている。ケンブリッジゾーチェスター空港、コード FAA 福祉はドーチェスター軍が所有する公共用途空港であり、ケンブリッジのすぐ南東にある。長さ4477フィートのアスファルト舗装、照明付きの滑走路がある。メリーランドデラウェア鉄道は短い鉄道であり、ケンブリッジまで貨物列車を運行する。この鉄道のシーフォード線では、ケンブリッジが生誕である。線はシーードで、 ノーフォークサザン鉄道と接続し、北アメリカの広大な鉄道ネットワークと接続できることになる。ありがとうございます。